タのチャンネル。どうもバタでーす。まあ今日はバタ の日記をやります。まあ毎週日曜日の動画ですのでね、ぜひまあ今日は雑談とやりますので、ごゆっくり見てください。まあ今週やったのは、まあ先週の土曜日に日記をやってさ、ちょっと腰痛気味だったもんでね、ちょっとずっと休み続いとったもんでね、まあの今週やったのが確かリアルグレードの次男獣のレビューをやっていてさ、その次が金曜日にはトミカのレクサスをやりました。出しました。そして土曜日が久しぶりのユナイトウォーリアーズのデバスターに入っとるこのロングハールをのレビュー動画を出しました。あー、ちょっと失礼だけども咳が出ましたね、すいませんね。そうそう、この十何十じゃあのボディがのピッカピカだもんで、すごいなと思いました。まあそうだな、もしまあ言いたいんだ、バンダーさんに言いたいんだけども、ちょっとさ、リアルグレードのユニコーンガンダムが見てみたい。それで早く出してほしい。ユニコーンガンダム早く出してほしいなと思います。まあ、次男獣がすごい出来がいいなと思ったもんでさ、ユニコーンガンダムのリアルグレード版が見てみたいもんでね、早く出してほしいと思います。まあでも、もしナンバー33だったら、まあ絶対買う気がないと思います。リアルグレードのユニコーンガンダムが、ナンバー33番だったら、買う気はありません。まあ早く出してほしいと思います。お願いします。そうそう。23日さ、祝日だったけども、ちょっとさ、お出かけ、本当はお出かけするんですけども、さ、ちょっとさ、ここの、部屋を、ちょっと綺麗にしときました。まあ、まだまだ、汚いけどもね、ちょっとさ、今後さ、ここをスタジオにしたいと思います。じゃあ開けますよ。これ段ボールが、4つぐらい積んでいます。まあちょっとさ、まだレビューしないおもちゃを、この中に入れたいと思いますね。あと、これ、ドロアーバーは、もう僕使ってますのでね。まあ、毎日じゃないけどもね。そうそう。これ、Mac のパソコン。まあ、いつも YouTuber さんは、ずっと Mac を使っている人が多いもんでさ。まあ、ほとんどがMacBook とかさ、使っているもんで、まあ僕もさ、ちょっと Mac のパソコンが欲しくてさ、まあちょっと
買おうと思いました。これちなみにさ、ハードオフで、中古で買いました。まあこれ安、24,000円ぐらいお金がかかってさ、確か、2007年のもんだもんで、9年前のやつです。まあちょっとさ、アップデート、最新バージョンにアップデートしたい、するもんで、ちょっと、今日は、今日はやらんと思います。まあ12月ぐらいになったら、動くと、もう通します。これ、ファンヒーターの、が入ってます。箱には。ね。まあこれ、まだまだ扇風機が出ているけども、ちょっとまだ動画制作で、必要なもんだもんでね、ちょっと、このまま、まあ、しまわずに、置いています。まあ、これは、関係ないけどもね。まあ、これはベッドですよ。まあ、そんなところだけどもな。次は、この部屋を、紹介したいと思います。このドアさ、もともとここは、食堂で使ってました。まあ、今は倉庫で使っとったけども、ちょっとさ、ここを撮影スタジオとして、で、やっていきたいと思います。まあ、ここ、撮影スタジオの部屋です。まあ、中の電気はつけました。じゃあ、開きますよ。まあ、こんな風。今んとこはこんな風にしています。まあ、ちょっとさ、ここの中が、物がいっぱい置いてあるもんでね、ちょっと恐怖のになっていますけども、もう、見ると、ちょっと暗いが、ちょっと物が入っております。まあ、ここを、閉じれば、まあ、特には問題はありません。まあ、怖いのは、ないと思います。これは、押し入れです。ちょっと見せられないものがありますもんでね。ここは、今んところは来ません。まあ、今後は撮影スタジオとしてやっていきたいと思います。ちょっとさ、デビュー、問題けども、ちょっとやばいことになっています。それが、こちらです。これ、あんまレビューもしてないもんでね。ねえ、これ、レビューが多いです。レビューしてないもんが多いです。まあ、これのさ、ミニプラもそうだし。さ、この、イデオンもまだレビューもしてません。まあ、この下にあるガンプラ、主に鉄血のオールフェンスのやつは、レビューはしてましたけどね。まあ、ザブングルもしました。そうだよな、ちょっと作戦なんですけども、ちょっとここのミニプラの、獣王者のやつは、もうレビューは、するのをやめました。
あのさ、ちょっともう過ぎちゃっとるもんでね、あの、搭載中央を、あの、今、レビューしたら、ちょっと恥ずかしいなと思います。まあ僕もそうだけど。レビューするもんは、ここの多分、妖怪ウォッチと、ここにある宝トミーの玩具とか、ここにある宝トミーの玩具もレビューしていきたいと思います。まあ、レビューし終わったら、さっきの、の向こうの部屋にあったあの段ボールに、入れておきたいと思います。箱はね。まあ、この食玩の、ね、やつについては、別の箱に入れときます。あ、そうだ、忘れてた。これを忘れとった。まだ、トーマスロボも、デビューはしてません。まあ、それんところだろうけどもね、ちょっとガンプラも、もうやってないものが多いです。まあ、後日、レビューも、しておきます。というわけで、今日のバトルに行きは、まあ、どうでしたか？まあ、今日はここで締めにしたいと思います。まあ、ちょっとさ、まだレビューしてない玩具が、いっぱいありますもんでね。でね、まあ、ちょっとさ、あそこにある、玩具、レビューしてない玩具を、全部やって、まあ、レビューしないものは、もういいのでね、まあ、ちょっとさ、無理に、まあ、プラモデルとかさ、食玩の作るやつは、まあ、もう、無理にも制作魂は出しません。ほんで、普通にレビューしたいと思います。まあ、あと、全部レビューするまでは、もう新しいもんは、買わないことにしたいと思います。まあ、ちょっとな、まあ、買うときも、買うか買わんかわかんないけどね。そうだな。もしよければ、チャンネル登録、高評価、コメントなどをお願いします。まあ、コメントに、バタさん、この玩具、全部レビューするのを、頑張ってくださいとか、わあ、バタの動画作りのスタジオを作る、を楽しみに、してますと、でも、もういいので、ぜひ、いいコメントに書いてください。まあ、ちょっとさ、滑舌、まあ、初めて見る人には、滑舌悪くて、まあ、申し訳ございません。ね。まあね、ちょっとそろそろさ、クリスマスのこともあるもんでさ、玩具がいっぱい出るけど、もう、ちょっと僕にとっては、この玩具を、綺麗さっぱり、全部レビューを終わっていきたいと思います。まあ、また、古いもんだなと思うけど、皆さんも思うけどもさ、ちょっと綺麗に、レビューしていきたいと思います。それじゃあ、今日のバトの日記は終わりにしたいと思います。次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。